今日ピクのコーナーということで今日ズーム紹介していきたいなと思います。最新ピックアップガチャにラインナップされているホーンハットミッキーなんですけど、これねコイン稼ぎスコアともにめっちゃ弱いんですが、ある一定のイベントミッションではめちゃくちゃ強いということで、それどういうミッションなのかっていうとですね、今来てるですね、イベントでもありますけど、このボムを当てて壊したりとか敵をやっつけたりみたいな、そういうミッションではめちゃくちゃ優秀です。でこれどういうスキルかっていうとですね、ボムを、発生させて、さらにですね移動させることができるんですよ。なんで確実に当てることができると。今回このマレドラなんかは2回当てなきゃいけないんですけど、当てに行くことができるんですよね。でちなみに、消去数もちょっと多いですね。確か多いんかな、多分多いっすよね。え、すっげー邪魔してくるやん。これ邪魔されまくってるんでね、なかなか辛いところあるけど、やっぱ消去数は上がってますね。17とかいってるんで、これあれだね、待った方が良さそうだね。勝手に降ってくるから。これいいよ、よし。こう待ってやると良さそうですね。今使ってた感じだと。っていう感じでやるといいんじゃないんでしょうか。確実に当てることができるんでね。あとはさ、色揃えたりみたいなミッションあると思うんですけど、そういうのもね、一個だけ当てたいとかそういうのあるじゃないですか。そういうのも余裕ですよねという感じでございますよ。ノンストレスでこのミッションを攻略できるっていう意味ではですね、めちゃくちゃいいんですけど、ただね、まだ一度も復活したことないバッドハットミニがいるんですけど、それが来たらもうこのツムは完全なるオワコンとなってしまいます。あとね、似たようなツムだと確かティンカーベルのチャームかながいるんで、そこも同じようなスキルなんで、それ持ってればさすがにこのツムいらないかなっていう感じはあるけど、今回ね、スキチケピックなんで、はい、スキチケ目当てでね、引きつつイベントとかで、活用してもらえたらなと思います。ちなみにまだ自分スキル間じゃなかったんでね、できればセレボできてほしかったんですけど残念ということで、皆さん使ってみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイ。